でも希望の党は地方議員年金賛成なの？青木さん。あ、希望じゃないの？よく分かんないですよ。みんな分かんないですよね。ちょっと名札をつけといてもらった方がいいんじゃないですか。名札じゃない、透明の札をね。というのは今申し上げましたよね。例えば胸上げ式、妻は言っていません。私もここでそう答えています。しかしどう報道されました。でどう温党かどうか分かんないけども、どうかな、おそらく温党だと思いますが、胸上げ式に言っただろうと断定的に質問されましたよね。でも断定的に、私してないですね。いやいや、それは党としてのそういう質問があったんですから。それはこれは民進と御党違うかもしれないけど、もともと民進党という同じ党じゃありませんか。で、議長。で、そこでですね。私が質問してないことをとうとうと答えられても困るんです。そこでですね、これ大切なことだから少し言わせてください。つまりそこで胸上げ式に言ったか言わないか、私は言ってませんと言っているにもかかわらずですね、そういう報道があるということについては、実際どうしてなっているのかと思うのは当然じゃありませんか。当然じゃありませんか。で、そこでですね、そこで、いわば昭恵はそう答えたわけであります。つまり、御党が胸上げ式に言った、御党かどうか分かりませんが、野党の人がですね、胸上げ式に行ったと言って、これは、妻を責めたわけでありますが、実際は行っていなかった、しかも行っていなかったということは、昨年の民進党がやった勉強会でですね、籠池さん本人が行ってなかったと言ったんですよ。しかしその後、行ったと言って、それが新たな事実であるかのように報道されて、その嘘の報道をまた皆さんがですね、これ、毎朝新聞だったんですが、元にですね、皆さんが質問をされるということの繰り返しなんですよ。また今、先ほど質問されたことについては、すでに私が昨年答えていることを、再び質問をされているということでございまして、これが続いているということであろうと、このように思います。落ちこぼれっていうと、なんとなくもうマイナスのイメージで、昔は漫画だけ読んでたらアホみたいに言われたんですけれども、おかげさまで、漫画もあんたが総理大臣になっておいて、漫画だけ読んでも学校でも大丈夫になったとか言われて、たまにはいいことしたんだと思ったんですけれども、でもやっぱり、なかなか世の中の時代に受けられないんだと思うんですけれども、10年前、このあれをやろうとしたときには、国立漫画喫茶って言って、確か民社党からボルガス言われて、あなたが潰された記憶があります。民社党か、あれ何党だ、あれよう変わるから分からん、名前が何、あの時は何党、民進党か、民進党か忘れた、どうでもいいですけど、鳩山先生になんか国立漫画喫茶とか言われて潰された記憶だけ残ってますけれども、今になってみたらその漫画がコンテンツがどうたらわー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 言うような時代になりますね。俺が言うのは少々早すぎるんだなと思って、今のも話も少々早すぎる話をしてるんだとは思いますけれども、ただ落ちこぼれとかなんとかっていうと、なんか暗いイメージで、なんかずーぶんマイナスイメージだけじゃないですよ。極めて有能な、すっごい才能がある中に大勢いますんで、そういった人たちは天文を合わせて考えないといかんところだと思いました。